はい、こんばんは。本日ですね、すいません、前回の、ライブで紹介した商品がですね、2022年秋冬の最後の別注だと言ったんですが、すいません、これがラストです。はい、本当にラスト、一方ですね、入荷してまいりましたので、本日はそちらを紹介していきたいと思います。ブランドですね、アレキサンダーリーちゃんになります。アレキサンダーリーちゃんの商品名が、BLC、フリースアーミーカーゴパンツとなっております。もうシンプルですね、フリースのカーゴパンツになっております。でですね、今回何を別注したかと言ってますとですね、まあ、フリースここ数年ですよね、2、3年ぐらいかな前から、まあ、いろんなブランドさんとかが、出していて、まあ、僕も今季はブラームスの、コットンシルクのタイプ、インラインですけど自分用に買わせてもらいましたけども、まあこう他のお店さんとかで出してる、あ、お店さんとか他のブランドで出してるフリースパンツ、やっぱ黒がほとんどだと思うんですね。まあ色がついてもネイビーとかが多いかなーっていう僕の印象がありまして、で、まあ後でそういうスタイリング見せるんですけど、まあ秋冬ですね、こう、まあこれよく言いますけど、皆さん大体こう、アウターですね、最近また一段と寒くなってきましたけど、寒くなってきた時に、まあコートでもいいですし、ブルゾンでもいいんですけど、ヘビーアウターですね、これから、着る機会が多くなると思います。で、そういったものの色がですね、まあ大体やっぱ皆さん黒とかネイビーとかが多いかなっていう。まあ僕自身も、まあいろんな色のアウター持ってますけど、やっぱ黒、ネイビー多いです。ってなった時に、まあ外しとして、例えばじゃあかっこいいコート、かっこいいチェスターコートとかの、パンツに、フリースパンツ、黒合わせて、まあスニーカーで、ちょっとラフに、外してみたりとか、まあ逆にね、ローファーで、フリースだけ、フリースパンツだけ外すっていうのはよくあると思うんですけど、色で外したいなって思ったんですよね。フリースパンツをスタイリングに組み込むことで。で、どんな色がいいかなってなった時に、もうせっかくだから、とんでもない色、とんでもない色ってか、おそらくほとんどの方が持ってない色で、作りたいですって言って作らせていただいたのが、この、パープルというか、まあ、パープル、ラベンダー、まあ、紫っぽい、薄紫っぽい色で、別注で作っていただいたというのが、今回の、アレキサンダーリーちゃんとの別注の内容になります。で、インラインが確か僕の間違いじゃないと、間違えてる可能性あるんで、ちょっと鵜呑みにしないでいただきたいんですけれども、インラインがね、黒、赤、イエローの3色だったはずなんですね。で、黒はまあ、その王道であれだとして、赤も黄色も結構、攻めてていいなぁと思ったんですけど、僕どっちかっていうと、攻めてて色がね、かつ、ちょっと独々しい色がいいなと思ったんですよね。で、特に、まあ、この後合わせますけど、黒のコートとか、ブルゾンとかに合わせた時に、よりこう、ぐっとその、独々しい、褒め言葉ですけど、ちょっと気色の悪い色が際立つような、配色っていうかカラーリングがいいなと思って、生地ね、たくさんフリースの、結構あったんですね。選べる生地、色が。いろんな色あったんです。20色か30色ぐらいあったんですけど、その中でも僕が選んだ一番こう、攻めの、独々しい色がこちらになっております。すごいいいですね。だタイミングが僕いいなって言ったのが、その、あれですね。ちょうどだから、秋冬のね、コートとかブルゾンをそろそろ着ようかなって思ってた時期なんで、すごいいいタイミングでした。こんな感じ。紫。まあ、ラベンダーっぽい色かな。いい、気持ち悪い色でしょう。で、ディティールがですね、ディティールもすごいいいのが、ただ、なんかこう、さらっとしたスウェットパンツみたいな形じゃなくて、これサイドにポケットついたような、カーゴパンツっていう形も、よりなんか、フリースなのにカーゴパンツってなんか意味わかんなくていいなっていう、まあそれがもともとこの形でなんかやろうと思ったきっかけでもあるんですけど、っていうアイテムになります。だからお値段もフリースなんでかなり、手に取りやすいプライスかなと思います。最初にお値段言ってしまうと、税込みで 25,080 円。ちょっと絶妙なプライスなんですけど、税込みで、25,080 円になっております。で、サイズ展開がですね、2サイズ展開で、ML の2サイズ展開になっております。で、僕が今から着るサイズは M サイズになっております。はい。で、着る前にディティールをちょっと紹介すると、まずウエストですね、ゴムになってます。ウエストゴムで、
ごめんなさい、ちょっと毛糸がついてる。ウエストゴムでドローコードついております。はい、なので、かなり着脱は楽かなと。でサイドに、カーゴパンツのようなこういうポケットですね、サイドポケットがついております。ボタンはボタンもついてますね、ボタンもついてます。サイド両方にボタンがついてます。このようにこうですね、サイドのポケットこうですね、こうボタンがついてて止まるようにフラップボタンになってます。で裾もというか裾がドローコードがついております。ここもねいいですね、ドローコードついてるんで裾幅をこういう風に、狭めることができます。こういう感じですね。はい、だからでもちろん当たり前なんですけど、フリース普通のフリースポリエステル 100% なんで、洗濯機で普通に洗えます。だから本当にねこれ僕これもう自分ごとで申し訳ないですけど、僕は27日まで今月、年末最後まで営業するんですけど、あと29、28からお休み、年末から年始、まあ、多分いただくんですけど、多分というかいただくんですけど、実家帰るんですよね。で実家帰って、ちょっと友達の家にこう、転がり込んで、4日間ぐらい過ごそうかなと思ってるんですけど、まあ、その時とか、もうまさにこれ帰省のために、そのね、僕が帰省するのに、楽で、あったかくて洗濯もできて、でもなんかちょっと変な色で、なんか僕らしい、ちょっと、こじゃれた感じの、変な感じのパンツいいなと思ったタイミングなので、そういう意味でも、すごいいいタイミングに入ってきてくれました。はい。あと伝えたことあるかな。バックポケットもついてますね。はい。バックポケットもついてます。ここですね。バックポケットもついてます。ここですね。バックポケット。いい色でしょ？ラベンダーかな？パープルってよりも。うん。はい。というわけで、で、あと、ごめんなさい。刺繍も入ってますね。ここですね。左フラップポケットの裏に、上か。上ら辺にこういう、ちょっと濃い、濃紺の、こっちは紫かな。刺繍の色は。紫で、ブランドのロゴ、ブランドのネームが刺繍入ってます。はい。というわけで、履いてみたいと思います。いやー。だから、多分、明日以降の年末、明日以降の営業、このパンツ僕履いてる率かなり高くなると思います。よいしょ。いいわ。じゃん。うわぁ、いいな、普通に。なんか、どぎついって言ったけど、普通に。めちゃくちゃおしゃれやん。これ M サイズです、僕が履いてるサイズ今。伝え忘れた。普通のフリースパンツってほんとセーターパンツみたいになってるディティールが多いんで、まあウエストゴムでドローコードってのがデフォルトなディティールかなと思うんですけど、これすごいカーゴだからいいなと思ったのが、ベルトループついてるんですよ。ベルトループがついてるんで、なんかそのベルトを垂らしたいとか、ウェットチェーンこれに垂らしてもなんかすごいちぐはぐな感じですごいいいなと思うんで、だそこがね結構気が利いててすごい素敵というか好きですね。ベルトループついてます。大事なことを伝え忘れるとかでした。これが M サイズですね。うわフリースパンツ楽ですね。普通なんかこうベーシックな黒でフリースパンツってなると、しかもね、大体さっきも言ったけどこうカーゴ仕様じゃないストーンというシルエットだと思うんで、まあそれなりに綺麗にコートとかに合わせてもいいんですけど、これだとねやっぱこういう上がそのアウターとか着なくてもなんかそのパジャマ感が全然出ないっていうのが、僕はパジャマにする気満々なんですけど、もちろんデイリーというか外でもタウンユースもするんですけど、いやーこれいいっすね、本当に。だから EC サイトにも書いたんですけど、本当になんか最後 22AW の最後のデザート的な感覚でも、デザート的な感覚で、まあ、この冬買い納めしていただいてもいいのかなと思います。うわこれいいわ、やっぱ色物のパンツ好きだな、はい、これ M サイズね、 M サイズです。いやーいいですね、あったけー、これで洗濯できるの最高だな。
やっぱね、カシミヤとかシルクとか使いがちなんで、結構手洗いとか多いと思うんですけども、これはガンガン洗ってください。で、最後に、そうそうそう、今、ニットなんで、アウターっすね。黒系のアウターちょっと用意したんで、こういう感じに、こういう感じに、てかこういう感じで、上、黒い、まあ、ネイビーとか、まあ、濃紺系ですね。のやつ合わせて、足元このドギツイパープル。すごい良くないですか、この合わせ。ここはすごい。だからそのオールブラック、オールネイビーとか、ちょっと飽きたなっていう時に、でも、秋冬にはなかなか攻めづらいと思うんですよね。パンツとかで。しかもあったかくて楽に履けるカラーパンツって、まあまあまあ、あるっちゃあると思うんですけど、やっぱフリースは抜群にさらに暖かいんで、ああ、いいっすね、もう。で次のラストコート着るんですけど、コートの合わせもすごいと思う。ちょっとチェスターとかが今ね、僕自分のサイズで家に持って帰っちゃったんで、ちょっと別のコートで代用させていただくんですけど、いやー、やっぱり、ね、昔からそうなんですけど、僕紫好きなんで、最近こう紫熱が冷めてはいないんだけど、紫熱がちょっと落ち着いてたんですけど、そう、AWを締めくくるものとして、ラスト紫。いや、すごいいいじゃん。この、まさに僕が言ってた、この感じですよ。この、トップス、アウターが、黒、内周はダークネイビーとかで、足元こういう、パープル。いや、いいいいいい。最高最高。ああ、めちゃくちゃいいめちゃくちゃいい。この感じ。うわあ、ふい。ふい。ふい。うわあ、いいわ。いいっすね。この感じ。フロントラインから見せても。いいですね。だから多分みんなさんが思っているようによりどぎつい紫じゃないかな。まあ使いなんだろうな、ベーシックな色ではもちろんないんですけど、まあ、だからこそスタイリングに幅が出るかな。特にこれから真冬のスタイリングとして、うわいいわこの合わせ。本当はねチェスターマーティーの、僕自分のサイズ家に持って帰っちゃうんで、ああいうマーティーのチェスターみたいにカチッとしたやつに履いてもすごいいいですね。あ、ありがとうございます。あ、そう、ありがとうございます。この前みたいに忘れてもらった。裾絞って履いてもいいですね。ありがとうございます。完全に、舞い上がって。ダメだろ、最近なんか。忘れちゃうな。いやー、いいですね。裾絞った感じも。あー、いい。今ほぼマックスで絞ってますね。はい。裾絞るとこんな感じ。ああ、見えてるか。こういう感じです。こういう感じ。いいじゃん。はい。ああ、足がつらい、足がつらい。はい。いいっすね。だからここも、まあ、ブラームスのやつのドローコードついてたんで、あれもかなり、シルエット変えるフリースパンツとしてはかなり優秀だと思うんですけど、でもやっぱ、そんなにフリースパンツ僕は、裾ドローコードついてるイメージ感ないんで、いいですよね。しかも、さらに、このカーゴパンツのディティールであること、あるがゆえに、よりこのドローコードを絞った時に楽しめるような感じですよね。173センチだったら、絶対 M ですね。僕が165センチ、55キロ。まあ、超痩せ型ですね、僕も。で、M 履いてこんな感じなんで、M でいいですね。はい。まあ、ウエストそのさっきみたいにドローコード絞ったりとか、あと僕今ベルトレスでも全く、腰、落ちない。あ、ゴムも入ってるんで、はい。M で全然いいと思います。はい。全然っていうか、M がいいですね。はい。ぜひ。いやー、いいわ。紫やっぱいいわ。紫熱再燃しそう。ということで、これをもちまして、22AW。感動でございます。22AW1 年間。1年間じゃない。まあ、22SS、22AW、1年間、ありがとうございました。まあ、今月ちょっと入ってくるかどうかわかんないですけど、まあ、入ってきたとしても、1、2型ぐらいしか多分、23SS は入ってこないと思うので、一旦、これで、22年ですね、終わりということで、ありがとうございました。ちょっとなんか、年末感みたいな感じだったんですけど、まあ、また多分ライブやると思うんですけど、一旦、新作はこれで全て終わりですので、ありがとうございました。ぜひ、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。